雑誌ゲットしてきたよ。わあ、ありがとうございます。撮影お疲れ様、ありがとうございます。そう、今今日は朝早くから一本撮って合間あってラストで撮影して終わってきました。超お久しぶり、お久しぶりです。あそう、テレビもドラマにもなるっていうのも、私もキンキンまで知らなくて、あるって聞いて嬉しいってなりました。舞台だけかなって思ってたんで。アーモンドカフェ在庫はねもう半分しかない。うん、パワーだ。うん、ビンダンさんありがとうございます。ありがとう。パイ焼きだ。冷蔵庫は空きはありますか？今はありません。今冷蔵庫の空きがありません。どうしよう。なんかさ、多分撮影とかこうしてるからやっぱ集中しすぎて、すごい撮影中お腹すくの。だからみんななんかお腹鳴る、お腹の音に必死。めっちゃなんて言うんだろう、お腹の音鳴っちゃうみたいな感じでみんな必死に止めてる。もう止めてもないけどね、もう鳴ってるね。みーちゃんの月別の生写真をすべてコンプ、すごい、すごいね、ありがとうございます。毎回いろんなテーマで撮影してて、この間かホークスとのコラボのタカガールの衣装でも撮ったんで、ゲットした方は保管してください。舞台頑張ってね。ありがとうございます。舞台来てくださる方いますか？この中に。ん？全部来てくれるの？めっちゃ嬉しい。土曜日の昼公演。うんうん。土日見に行く。初日、あ、食いたい。携帯使ってた。うん、行きたいって何？行きますよ、日曜日千秋楽。お、初日来てくれる方がいる、嬉しい。いや、私はもう一発目から見に来てほしいです。とても時間帯難しいのかな、やっぱ
最近学校でエミリー紹介しまくってます。え、嬉しい。土曜日の1回目に行きます。金曜日仕事行くけど仕事そわそわな人かもしれないあるよね、そういうのあるよね。行きたかったけど平日、あ、初日平日。お、全部行くんご、ありがとうございます。ありました、エミリーチケットで行きます、ぜひとも。グッズとかあると、まあなんか言っちゃいけないこと言いそうだからやめとこうなんか携帯見れないからちょっと。初日は開始時間に仕事、ああそうなんだ、やっぱタイミングがね合わないのか。迷うくらいならポチる方がいいっすね。そうだよ、そうです、そうです。東京でも舞台出てほしいな。もうね、いつか機会があればやりたいですね。開演に間に合うかギリギリに会場に着くって。大丈夫、着くよ。あ、大阪公演で仕事休んでた。ああね、配信はあります、配信もありますね、映画。まあでもいずれね、映画とか舞台じゃなくて映画とかドラマとか映像系でもちょこちょこ出れるようになったらいいよね、この機会に。最初はなんかわかん、何もわかんないからめっちゃ不安だったけど、今日なんかめっちゃ慣れた、慣れてきたねみたいな言われたんだけど、全然そんなことなくて、ずっと頭をフル回転しながらやってるから、すごく大変です。あ、すごいよくわかるね。エミリーだけ誰の SNS も出てこんけん、まだ人見知りしてるやなったと。なんか人見知りっていうか、なんか人見知りなんだろうけど、うん、なんかね、やっぱ輪に入るって難しいなってなんか入学式以来な感覚他の人みんなでご飯、そう、なんかみんなご飯とか食べ行ってるんだけど、私は、あ、でも一回だけ同じ作品の、私入れて3人でなんか休憩合間でちょろっと食べに行きました。その時は本当は一人で行こうかなって思ってたんだけど、その子も同じ考えしてて、え、したらもう一人の子も、え、じゃあ私も行くってなって3人で行きました。その時はめっちゃ勇気振り絞って私も行きたいですって言った。なんか難しいよね、やっぱ人に話しかけるって難しいなって思う。だからねねちゃんとあきちゃんが来た時は
すごく心が落ち着くっていうか、なんか一回その演出家の方かなにこう話しかけられた時に目の前にあきちゃんがいて、話しかけられてるけどなんかなんかわかんないけど、私があきちゃんの方をチロチロ見ながら喋ってたから、その人がなんか、あきちゃんはエミリーちゃんのマネージャーなのっていうくらい見てて、やっぱ自分ってすごい人見知りなんだなって思った。なんか可愛いの来たんだけど、何これ、つとも北海道さん、なんかどら焼き、めっちゃ可愛いんだけど、ありがとうございます、可愛い、何これ、なんかいろんなギフトが出てますね。うん、豊永マネージャー、そうそうそう、人見知りのキャプテンっているものですか。いますね、ここにいますそう、なんか B チームのなんかなんてまとめ役っていうか、すごい B チームの中で肝が座ってるっていうかなんかベテラン感があるな、やっぱ私が感じるにはあきちゃんかなってすごい思うから、すごいあきちゃんに頼っちゃうんですけど、あきちゃんと一緒になるのが一個しかなくて、だからあきちゃんがいない時はすごく寂しいです。今はやっと喋れるようになったから全然大丈夫なんですけど、楽屋とかでは基本的に私はもう YouTube 見たり、今日も Netflix 見たり、一人で過ごしてたから、ずっと音楽聴いてたし、なんかそんな喋ってはない。喋ってって言われても喋る内容ないんだもん。なんか話しかけられたら喋るぐらい、ほんま、うん、ねなんか、うん、しかも合間絶対、あの今 T2 公演出会ってないから、なんか踊ってないのが嫌で、だから DMM 見てた、ずっと DMM、 私が出てない以降からの DMM は全部見てます、定点も。そうだから、そう6期生の子がバックダンサーしますって聞いて、初日見たかったな。エミいないから寂しい。いやー寂しいって思ってくれるのは嬉しい、思ってくれてるのが嬉しいです。なんか
こう一人でお仕事とかしちゃうとやっぱなんかね、あ一人ぼっちだってなって、なんか置いて行かれるじゃないけど、そうじゃないけどそういう気持ちになっちゃうから寂しくなっちゃう。だから公演の DMM とか見て気持ちを和らいでみたいな。わあ優しい。山下さんいないと物足りなくも思います。優しい。公演復活は、ああそうかもね。キンキンで言えば集会なのかな。そう、人見知りなのに寂しがり屋なのよ。そうなんだよね。まあでも早くファンの人に見てほしいな。すごく見てもらいたい今回の舞台は。全然アーモンド、舞台は山会で申し込めるの、え多分申し込めるんじゃないですかね。うん、いける。そう、千秋楽が完売してるんで、それ以外でぜひお願いします。千秋楽以外はいけますね。どうだろう、チケット間違って一般席買ったけど当日女子最付き言語行くのか、えどうなんだろうね。ほな行くか。ほな来てや。早く初日迎えたいし、てか明日がゲネなんですよ。そう、明日がゲネなんです。初日みたいなもんですよね、ほぼ。頑張るぞい。でもなんかその撮影、ドラマ撮影のやつで全然なんかいけそうな気がしたから大丈夫そう。割とエミリーにお花送って、嬉しい。ゲネも緊張します。いやわかんない、なんかでも人に見せたい、見せる方がむしろなんか
な伝えなきゃっていうのを意識したらわかんないけどなんかいけそうな気がする。緊張はするだろうけど、なんかいけそうな気がする。いけそうな気がする。ドラマ撮影全部終わった。そう、ドラマ撮影は今日終わりました。私が出る作品は基本的、私多分基本的ずっと喋ってる、ずっと喋ってるのかな。なんかしっかりやってます。うん、しっかりやってます。うん、最初の方になんかそのいなくなっちゃったの、詳しく言えないからあれだけど、いなくなっちゃうっていうのはないですね。ね、うん。でも全然すごく面白い、いや面白いと思う、絶対いい。てかエミリーやばみたいなになると思う。絶対これは本当に言えます。エミリーやばってなる。見応えはある方なんじゃないですかね。そうそうなんです。そう、稽古で人見知りしてるのに役柄でめっちゃ喋るから、そう思って見ていただけると、なんか私がどれだけ稽古の時に寂しかっただろうっていうのが分かるから、本当にぜひ、ぜひぜひ。だからそういう目で見ていただけるとすごくより面白いんじゃないかなって思いますね。キーワードエミリーやばいです。そうね、やばい、高低差ありすぎ。でもショールーム、こうやってショールームで話してる方が喋ってる気がします。え、 XYZ さんがあ、パフェ、パフェくれました。パフェのタワー、ありがパフェ。しょうもな、ありがとうございます。だから多分な、いや割と何回見ても面白いと思うけどな。しかも多分分かりやすい内容なんで、私の場合のやつは分かりやすいというか、そのもう、うんうんアドリブ出せるかな。プロ野球のオールスターゲームのファン投票、いやそれがねまだ してないのよ。てか今年ペイペイドームじゃん、行きたいのよ。どうやったら行けると思う？てかいけるっけ、いけるっけ、わかんないや。今あ、そうギータ先生展もう行きたいの。なんかね、なんかあの今まともに見れてないのよ野球。あのね、その現地にも行けてないのよ。その稽古、ずっと稽古してて
時間帯とかも終わるのがあれだから、だから見に行けてなくて、現地行ったって意味が、確かに、だから3連敗したのかい。あ、もしかして私が見てないからかな。ワンちゃん7月26日が福岡、あれ、あ、いやでも大丈夫だ、今んとこは大丈夫だ。今日もね、帰りに、あの帰りタクシー乗ってた時に、あのなんか福岡あるあるなんだけど、タクシー乗ってたら、おいちゃんは、タクシーのおいちゃんは基本野球の話をしてくるみたいな、わかります？福岡あるある、なんか聞いてもないけど、今日の野球はこうだったよねっていう結果を教えてくれるみたいな。私だけ、私が遭遇する人がいるのか。そう、あるあるだよね。ね、福岡の人多分あるあるだよね。で、基本的夕方は絶対、どのチャンネルもどの時間帯になったら野球のホークスの話みたいななんだけど、今日そのタクシー乗ってた時に、そのおいちゃんが野球の話してて、で私も乗っかって話してたから、そしたらなんか「え、お姉さん野球詳しいですね」みたいな、「ホークスをしてるんですよ」みたいな言ったら、そのおいちゃんまさかのどこだっけ、どこって言ってたっけ、オリックスファンみたいな言ってて、えみたいな、今ホークスの話してたやん、オリックスファンなんかいみたいな大になりました。まさかでした。あ、そうね、私ドームで踊ったことあるよって、わあ言えばよかった。わあ、確かにドームで踊ったことあるっていうマウントは確かに強いね。あ、え、野球詳しいねって、あ、そうなんですよ、私あのドームで踊ったことあって、かっこいいなんだそれ、まあでも落ち着いたら見に行きたいですね。HKTV、 あ、 TGCT も放送したと思うけど見ましたか。結構露出が多かったね、今露出が多いわ意外と。
TGCT の、 その HKTV の始まって、まあ今舞台とかやって、でこの間はヤンマガでしょ。まだねヤンマガをね変えてなくて、なんかね、なんかね近う、うん、買いづらいじゃないけど一人ではちょっと緊張して買えなくて、なんか自分がその表紙になってるっていうのが、実感なくて、だからすごい売り切れ続出なんだ。嬉しい。それは皆さんのおかげです。そうやって私が見つかっていただける、見つかってもらえる、見つかるんだったら頑張っちゃおう。でも確かに高校の、高校一緒だった友達とかが東京に住んでるんだけど、やっぱみんなが買ってくれてた。なんかコンビニに山下がいるみたいなコンビニにエミリーがいる感じで LINE 送ってくれて、めっちゃ嬉しい。でファンの皆さんもね書いてくれてて、買ったよって言ってくれてめっちゃ嬉しかった。でもねたまにね、あのなんていうかな、その雑誌の線みたいな、なんか縛ってる線が私の顔にこうなっちゃってる、ちょっとやだね、あれはやだね。そう、紐がちょっとねちょっと邪魔してるんよ。そうヤンマが嬉しいからね、ぜひ次回も出れるなら出たい。うん、ソロでも表紙やってみたい。全然グラビアでも雑誌でも皆さんの目につくとこで活躍したいですね。あとあの TikTok を始めたのでぜひ見てください。全然あんまやり方が分かんない、書き方コメント、なんていうかな、コメントの内容の書き方が分かんなくて、声で合ってるって何回もメンバーに聞いてやってるんですよ。TikTok の編集がむずい、難しいのよ。でしかもよし撮ろうと思った時に限って15秒だったり、うわっみたいな。私の TikTok の師匠はやっぱ日向じゃないですかね。
日向か投稿数が多いビビアンとかかな。ナコってやってるし、あでも大阪の時に結構じゃないけど大阪の時に撮ったやつがもう一つあって、それはさえた私とナコで撮ってます。だからもうちょっと待っててください。なんか時期気分で載せてるんで時期多分上がると思います。一人も一応あるっちゃあります。ストック増やしてから上げていこうかなみたいな感じですね。ちょっと待っててください。なんで TikTok をフォローしてください、お願いします。まあ、どのくらいやったんだろう。26日のツーショットはい、いくよ。おー、ありがとうございます。さあ、来週かな、再来週、いや来週だな、の土日かは写メ会ですね。あ、40分ぐらいやったのね。じゃああともうちょっとやろうかな。お、25日行きます。嬉しいです。多分買ったと思う。多分ね。オッケー。2日目の2部えみちゃん買ってた。お、嬉しい。買いに行くよ。明日の準備は大丈夫。うん、もうね、寝るだけ。とりあえず。またゲーム実況しよう。あ、そうなのよ。1000ぐらいやってみる。私さ、当分やってないんだよね。いや、当分やってないことはないけど、ちょこちょこしかやってなくて。うん、TikTok フォローありがとう。カラオケ配信、え、てかさ、 YouTube のあれ見ました？歌のやつ、歌とゲーム配信どちらも。おお、こんばんは。こんばんは。わあ、嬉しい。めちゃくちゃ歌です。もう撮りましたね。 YouTube が私エミリーデーでしたね。確かに2個も上がったし、めちゃくちゃ緊張した。緊張してる声って感じじゃない？なんかちょっと聞いててさ、自分でも聞いててさ、めっちゃなんかみたいな、息詰まっちゃった。エミリーの声ですけど、嬉しい。最初かでこうなる子。待ってたみたい
いい歌だよね。気づいたら片思い、気づいたら片思いって、ああね、歌は緊張したし、ゲームは負けるし、初見、え、すんごい変わったよね、私のことが。エミの声癒される、え、嬉しい。ブルーの T シャツ、これはオーバープリントですよ。じゃんじゃん、見えない見せ方の癖。あ、そう、ハウステンボスの動画も出ました。なんか意外と、意外と意外と撮影が多いですね。うん、嬉しい、みんな嬉しいよ。ヤンマガも出れて、舞台も出れて、 YouTube も撮って、ハウステンボスも行けて、いいぞジャックしてるし、だからね、握手、それをきっかけにね、握手とかに来てほしいんですけどね、なかなかやっぱ会いに来て、会いに来れる方が少なくて、確かに TGCT も出てね、エミの話か、お話か言ってみたい、楽しいよ、来て、またおしゃべり会どうかな、うわ来てよ、いっぱいしゃべろう、会いに行くのはワンステップ上がる、ワンステップツーステップ行ってみよう。たくさんの方来てもらって、多分完売が一個もないんで、今回シャメ握手のやつが、だからぜひ気になった方、行こうかなって迷ってる方は来てください。マジ案外、いや行くけど緊張して、いやマジで案外ね普通なんだって。いや多分ね、来たらね意外、みんなね言うんだよ、あ意外と、意外と普通に友達同士みたいに喋れるねみたいな、おじさんでも大丈夫、全然大丈夫だよ、ジャイアンツファンだけど会いに行って全然いいよ、来て、むしろ来て語ろう、いっぱい来て、やっぱ完売増やしたいですね。行ったら無視されると思ってた、どないしょやん、泣いて無口だけどいい、いいよ来て、
人見知り、なんかね、ファンの人には緊張しないの。だってファンの人はもう自分のこと知ってるわけじゃん。だから友達みたいに喋れるんだけど、そう、他の子とかはね難しいんだよね。ファンの人見知りして、いや、ファンの人には人見知りしないよ。するわけないじゃん、友達じゃん。ねえ、友達だよね。怖い。洗脳系、洗脳タイプ。友達だよね、友達だよね。むしろもう何年も来てる人は親友なんじゃない。いつしか友達になってたのか。そうだよ、気づかなかったの。知らないの。え、私だけ。そう、そうだよ、友達だよ、親友だよ。うん、だから最近、まあさすがにね、あ、初めて来ましたって方は、あ、じゃあ初めての友達だね。けど、いや、もう3年目だね、うちら、それもう親友やんみたいな感覚で握手会を、握手会に来てもらえると嬉しいな。さあ、私も友達何人いるのって言った、友達100人じゃなくて1000人以上とか、かっこよくない？ちょっと何言ってるか分かんないんだけど。だから来てください、皆さん。来て完売増やして驚かせたい、私は。うん、はい、私結構写メ会好きなんだよね。だから今度の写メ会が楽しみ。おたくも制服着た方がいい、来てよ。制服で来てよ。年に1回ぐらいしか行ってないけど。ちょっと、そんなんじゃ親友になれないよ。完売で驚く山下さんや。確かに、いや、そんなことないよ。あ、完売になったんだ、どうやってする予定じゃんけど。まだ B さん見つけてなかったけど、今日エミリーの B さん見つけちゃった。何言うてますの。初めてオンラインと福岡国際センターでのイベント探します。おお、待ってます。エミリーとのツーショット待ち受けにしてる。お、それもう彼女やん。エミリーはファンの顔や生声の得意なタイプ。あ、顔は覚えれるけど、名前は何回か来てもらわないと多分難しいかも。分かんない、時と場合。
ここへ宮下選手のシュー T シャツを着て福岡センター行きますね。待ってます。26は昼エミリー、夜はサッシの、昼弱いな。来週の社務会、東京遠征決めたよ。エミリー楽しみ。お、ミーも楽しみ。むずいな。エミリーと抱き合って社務会したかった。夢の中に出てくるわ。じゃあ最近おしゃべりしてないからそんなおもろいん？そんなことない。舞台の皆さんにこのショーを見てもらいたい。確かに、楽屋以上しゃべってます。社名会は制服と私服だっけ。多分何時ですか今。ちょっとみんなに聞く。今何時ですか。ちなみに、あ、10、あー、そっかそっか。じゃああと5分くらいで終わろうかな。1時間、あと5分くらいで終わろうかな。宮下さんもね、明日も早いんで。最近さ、その稽古終わってお家帰ってきて、もうソファーでぐったり。やっぱ消費しちゃうから、カロリー消費しちゃう、エネルギーも。家に時計ない。いや、リビングにはないんです。部屋にあるんだけど、部屋に行くわけにもいかないからさ。今夜は早く寝て明日に備えて。はい、配信ありがとう。いや、見てくれてありがとう。エミリーってリーヌとゲームしたこと、リーヌさんとゲームしたことあるよ。とにかく頑張って楽しんでください。いやー、はい、エミリーは制服まだいけん、いけんじゃない。でも今髪の毛染めてるから、ギャルってなっちゃうかもしれない。ほんま綺麗になったなーって。ほんま、いや、
いやー、よう喋った、もう疲れた、喋り疲れた。それじゃ、TikTok とインスタと Twitter フォローしてください。そしてぜひ握手会迷ってる方は来てください。販売するといいなって感じです。そして舞台も来れる方は見に来てください。公演もあるんで来れる方見てください。山鴨ゲットしてない方はゲットしてください。ゲームチャンネルも見てください。あと何かあったっけ、ないか。じゃあ、ランキング言うの忘れた、あっぶね。13位つかささん、12位博多の細麺さん、11位カズさん、10位てつやさん、9位ハンスケさん、8位エンチョさん、7位あおいちゃん、6位佐世保のてっちゃんさん、5位 DJ 太郎さん、4位リンダンさん、3位つとも北海道さん、2位 XYZ さん、1位マサタンさんですね。ありがとうございました。ゲーム配信はとりあえず心の余裕ができた時にやりたいと思います。今日はちょっと急な配信だったからでしたけど、また近々配信しようと思ってるんで見てね。じゃあみんなおやすみなさい。バイバイ。